công việc hôm nay終わった、終わったってのは結束、思いつかないな。犬がね、蝶龍あんま危ないね、これね、狂犬病とかもあるから近づかない。こんなドイタンディーもわどトゥードは自由か。フォーガタ、フォーガタ、タは何だろうね、タラジア、わからない。クワドン、お店は閉まってるね。クワドン、ドン、お店が開くわ。モークは、モークは海外、販売する、ドアン、食べ物売ってる。ここは、ブンサイン、ブンは、地域、エリアね。で、サインは、まあ、グリーンエリアということで、安全エリア。で、この前、あの内容をちょっと調べてみたら、ゴエラ、見知らぬ人ってね、ゴエは人で、ラ、重たい成長、ラ、ゴエラ、今、見知らぬ人っていう意味で、そういった人をまあ、安易に入らせないっていう、そういう関門ですね。これは連絡してください。私たちにホットラインで連絡してくださいだけど、このへがいぼい、まあぼいは私たちにだけど、なんだかね、連絡は連絡の連だろうな、連は。で、へがい。その辺がちょっとね、わからない。でも大体意味はわかるよね。単語一つ二つぐらいわかんない程度だったら、まあ文脈というかね、前後の、流れで、あとはその看板だったらね、何が言いたいかって大体想像はつくんで。まあ文字はね、ある程度、単語とか勉強してきてる。例えばこれは、ゼフォン、チョンカプ、セマイバー、タイサン。セマイバー、タイサン。これは、セマイバー、これは、バイクと、タイサン、部品かな。わかんねえな、ここはな。店が開いてないと何の店かもわかんないからね。看板もないか。だいら、銀行、ATM ら、マイズ店、トゥードン。トゥードンだよね、確か。これ、無駄に覚えてしまったけどね、ATM って言えばいいんだけど、まあ、マイで、機械で、ズ、ティン、ズ、まあ、おろす、ティン、お金おろす、で、ズ、トゥードンで、自動ね、まあ、自動お金おろし機械っていうことで、意味をね、一個一個分解すれば、まあ、記憶に定着しやすいよね。ただマイズティエントゥードンだけの音だけで覚えようとしても難しいけど、まあまあでも ATM って覚えてきゃいいからね。無駄な努力をしてしまったけど、単語帳出てたから、テキストゼロから始めよう、ベトナム語のね、後ろのところに端末に出てた単語のリストに載ってたから、ついつい覚えてしまったけど、はいならち
管起腹部板板背啊，これも管起まあ起腹部あのただ販売持ち帰り販売だけをやってる管だからまあ店だよね持ち帰り販売だけをやってます。うん、管起腹部板板板背板板背。まあ、それは当然だよね、今はね。結構交通量は多いよね。なんか一時と比べてこの時間、退勤時間帯だから、ね、こんなに出勤する人が多いのかね。なんかこう交通量が増えてる感じがする。ね、みんなこう本当に生活必要必需品の買い出しだけとも思えない、まあ、結構出勤してる人もいるってことだよね。まあ仕事関係の人でちょうど電話したらね、あ今会社に来てますよっていう会計関係の人で、あの幹部の人で会社来てます、ほとんどはあの在宅だけど今日はちょっと私は会社来てますなんて言ってたから、まあちょぼちょぼね、必要に応じて出勤してる。それが前と比べてもね、すごく増えたような感じがするんだよね。ということで、水を、と、小物を買います。